発達障害の有名人その7、タレントの真鍋かおりさん、 ADHD の傾向があるとカミングアウトしています。特に子供の頃は特性が強く、周囲により縫うような怪我を何度もしたり、交通事故に遭うこともあったそうです。しかし当時は ADHD という言葉もなく、ちょっと忘れ物が多くて落ち着きのない生徒ぐらいにしか周囲の人も思っていませんでした。本格的に困り出したのは芸能界デビューしてからで、ドラマの撮影の際に決められた立ち位置にじっとしていることができず、うろうろしてしまったり、大事な打ち合わせ中にテレビやスピーカーから好きな音楽が流れてくるとついつい熱唱してしまうことがありました。テレビ収録の際にも周りが見えなくなるほど自分の世界に入り込んでしまい、話を振られたらとっさに話を合わせていたこともよくあったそうです。現在は経験値と周囲の人のフォローにより困ることはほぼない状態で過ごせています。ちなみにこの動画を配信しているのは ASD のまゆです。本編では発達さんや HSP さん、人見知りさんに役立つ内容をお届けしています。チャンネル登録よろしくね。